新型コロナウイルスの影響下、リモートミーティングをより便利にを目的に、京浜 IT ではソーシャルディスタンスビデオカートを構築しました。このソーシャルディスタンスビデオカートには、会議室の機能が備わっており、それをどこへでも移動することができます。このビデオカートは広範囲のミーティングに使用することができ、工場ツアー、監査、アソシエートへの面接、QAV などをリモートで実施できます。また、工場に出社することなく、リアルタイムなビジュアルでのアクセスさえも可能になります。このカートには、キーボード、モニターとして機能するラップトップコンピューター、いかなる状況下でも音声が聞こえるよう、高音質スピーカー、遠隔操作も可能な高画質のメインカメラ、および広角カメラ、照明用のハイパワー LED スポットライトが搭載されています。また、スピーカーがカートから離れても話すことができるよう、マイクはワイヤレスです。このシステムでは、ツアーをしながらの画面での資料共有も簡単にできます。例えば、携帯電話で共有したい資料のスナップショットを撮り、携帯電話からミーティングに参加し、携帯画面下のシェアボタンを押すことで、その写真を参加者と画面でシェアすることができます。携帯上の写真を拡大し、画面上の資料を全員に見やすくすることも可能です。カメラにはさらに便利な機能がついています。このビデオカートの大きな特徴の一つが携帯用カメラです。これにより設備に近づき、オーディエンスが見やすい映像の提供ができます。カメラは三軸のベースに搭載されていますので、歩きながらでもスムーズな映像を撮ることができます。この携帯用カメラを使用することで、アソシエートは移動しながらにしてビデオの向こうの参加者に LINE の詳細映像の提供ができ、またノイズキャンセル仕様のヘッドセットにより、設備等背景のノイズが入ることなく説明ができます。さらに、Zoom の機能により、参加者は遠隔からカメラ操作し、被写体を高画質で拡大することもできます。ミーティングの相手側が Zoom を使用していない場合でも、Microsoft Teams または Google Meet でのソーシャルディスタンスカートを使用することができます。何かわからないことがある場合には、多数便利な情報を掲載している IT ヘルプページにアクセスしてください。また、ビデオカートミーティングには我々 IT 担当者も必ず参加しますので、ご安心ください。最後にビデオカートのスケジュールの仕方ですが、至ってシンプルです。まず、Outlook を立ち上げ、通常通りミーティングをスケジュールします。ルームファインダーの使用可能なミーティングルームから、モバイルカートを選択してください。その時間にすでに予約が入っている場合は、モバイルカートの選択肢は出てきませんので、ご注意ください。バーチャルミーティングの新しい形、それがこのソーシャルディスタンスビデオカートです。